冒頭から宣伝色丸出して本当に申し訳ないんですけど、4月にね、出版しました、この一生の武器になる勉強法っていう、自分が初めて書き下ろした本です。全部文章書いた本が、今回2回目の増刷が、ちょっと前なんですけどね、決まりました。本当にね、買っていただいた方ありがとうございます。で、本っていうのは書き下ろす、全部自分で書く、文章をね、書くパターンと、間にライターさんって言って、文章を書くプロの方が間に入るパターンって、いろんな書き方があるんですけど、書き下ろすとか当然時間がかかるんですね。で、自分今本の話、たまにいただくんですけど、しばらくは書き下ろす本はやりません。いろんな仕事が止まるからね。なので、今回この本は自分がその当時考えてたこと全てを詰め込めたと思ってるぐらいに、自分の中でも本当よくできた本かなと、個人的には思っている本なので、もしよかったら、まだね、知らなかったっていう方もいると思いますので、もしご興味ある方は、本屋にね、全部流通してるわけじゃないので、Amazon が確実にはなるんですけど、一生の武器になる勉強法、ぜひチェックしてみてください。どうも、愛知です。テストが終わった方もちょろちょろと出てきてるかと思います。これがテストの方はね、ぜひ頑張ってください。で、テストが終わった時って、やり直しをやった方がいいですか？テスト直しね。やった方がいいか、やらない方がいいかって聞かれたらさ、大体の方がアンケートを取ったら、95ぐらいはやった方がいいんでしょってつけると思うんですよね。つけると思う。けれど、聞きたい。みんなやる？テスト直し。申し訳ないんだけど、自分が現役の時、特に中学生の時ね、やらなかったね。やった方がいいと思ってたよ。多分ちょっとやったけど、ほぼはやらなかったわけですよ。で、もちろんそういう方多いと思うんですよね。やった方がいいのは分かってるんだけど、結局やらなかった、今回もっていうね。で、今回はですね、テスト直しってやった方がいいんですけど、なんでやった方がいいのかっていうところを軽く触れた後に、みんなが、やった方がいいんだよなって思ってるんだけど、やらなかったっていう経験が多い方がね、テスト直しをやるっていう確率をググッと上げる方法を一つ紹介していこうと思います。さあ、まずさ、なんでやった方がいいのかっていう話ですよ。こんなんみんな分かってると思うんだけど、これね、学校のテスト直しと模試だよね。模試とか過去問のテスト直しでちょっと意図が変わっていて、両方共通するのは、間違った問題っていうのはさ、もちろんそれをできるようにすれば、確実に自分のレベルって1個上がるんですよ。できる問題ばっかずーっとやっててもさ、レベルは上がらないわけ。維持だよね。ちっとレベル維持することはできるけど。だから、できない問題とかわからない問題に出会った瞬間で自分がレベルアップするチャンスだからさ、だから、学校のテストだろうと、模試だろうと、できない問題が出会うわけじゃん。実際受けてるから。出会った時に自分のレベルアップするチャンスなんだからやり直しをやった方がいいよねっていうのがまず共通する1個なのね。で、2つ目が学校の定期テストの話。中間とか期末の話ね。これ、もし、中間期末で伸び悩んでる方は絶対にやり直しをやった方がいい。ただし、やり直しをやる理由、今から話す理由を自覚しながらやらないと意味がないっていう。これ絶対自覚して。何かっていうと、先生の出題傾向を掴んでほしいの。学校のテストってさ、基本的に先生が作るわけよ。もちろんルーティーンでさ、中間は A 先生、期末は B 先生って変わっちゃうこともあるんだけど、でも同じ先生が作ることもあるじゃんか。で、実際じゃその先生のテストを受けました。うまくいきませんでした。間違った問題はどこから出題されたものなのっていう分析をしなきゃいけない。つまり、その間違った問題がみんなが持ってる学校のワークからいっぱい出てるんだったら、みんなはその学校のワークをちょっとやらなすぎたんだよね。もっと学校のワークを中心でやっておけば得点が上がったかもしれない。つまり、次回のテストの時の勉強する、何を優先して勉強したらいいのか、みたいな作戦を立てることができるんだよね。結局テストを作るのは学校の先生なので、大きく趣旨は変わらないからさ。だから、この先生、だから A 先生は学校のワークからよく出す人とか、B 先生は教科書の問題から出す人、C 先生は変なとこから問題持ってきやがるよっていう。そこは対策打ちにくいじゃんか。打ちにくいけど、100点分全部がどっかから持ってきたやつ、知らないとこから持ってきやがったよってなかなかない。学校のテストだったら、教科書とか、ワークとか、授業中に使ったプリントとか、必ずそこから類似問題出されてるから、だから自分がもっとどこをやっておけばよかったのかなっていう分析をする、やり直しをするっていうか分析をするっていう意味で、定期テスト対策にね、定期テストに関しては、そういった意味で確認というかやり直しをやるべきだと僕は思ってます。で、こっからが本題で、みんながね、やり直しをやる確率を上げる方法なんだけど、これ一つだけ条件があって、学校の先生、みんなのね、先生がさ、テスト返しした後に、結構その問題と全部なのか間違いが多かったとこピックアップかわからないけどさ、それを結構やってくれる先生いるでしょ、その解説というか。で、それをやらない先生はちょっとこのやり方難しくなってしまうんだけど、もし解説をやってくれる先生がいるんであればうまく使ってほしくって、何かっていうと、やり直しをどこをやるのかをその時に決めればいいの。家に帰ってからやり直しやろうじゃないんだよ。やらないから。そうじゃなくて、授業中っていうかテスト返しされた時に具体的に決めちゃうの。間違った問題が20問あったら20問全部やり直しする必要はないんだから。20問中何をやり直ししなきゃいけないのかな。それどういうことかっていうと、20問間違った中にもすげえ難しい問題あればすげえ簡単なケアレスミスもあるわけよ。で、自分のレベルに照らし合わせて、うわ、これは取れたよって思うのと、まあ先生の解説聞いてさ、いや、これ無理だわーって思うやつ、それはいいんだって、捨てちゃいな。まあ別に粘ってもいいけど。だから、解説をやってくれるっていうことは、その説明を受けた時に、あ、これできたかもっていうのと、あ、これ無理だわっていうのを先生が言ってくれてるんだから。で、自分の感触でわかるでしょ。それを決めておくの。で、その日、絶対その日にやり直しやった方がいいから、自分の帰ってから勉強できる時間も限られてるでしょ。それと相談して、これをやろうっていうのを学校で決める。で、決めたことを家でやればいい。家に帰ってからやることを決めるんじゃないの。それってやらないから。じゃなくて、テスト開始された時に必ず決めて、で、あまり多くしない、多くしちゃダメだよ。多くしすぎると、はぁってなっちゃうから、自分が、あ、このぐらいならできるかなと思う量を決めて、決めたことはきっちりやるというスタイルで、ぜひね、やり直しやってみてください。